大谷翔平選手は交渉前の書類選考でヤンキースなど19団以上を除外した。その後7球団と交渉しエンゼルスを選択。その決め手には縁、フィーリング、感覚的なものを挙げた。年齢などで契約金に制限を受けたため条件面が争点になりにくかった交渉では、各球団に投打の二刀流の起用法中心に口説かれた模様だ。11月下旬に渡米し、代理人らと話し合いを重ねる日々の中で、本当に何か気持ちの部分でエンゼルスにしたいなというものが、僕の中に出てきた、と振り返った。他球団と、優劣がつくものではなく、というもの。と、エンゼルスは二刀流に最適な球団の一つだ。パリーグと同じ指名打者制を取るア・リーグで、この日創始や、監督は、間違いなく二刀流での起用を考えている、と明言した。本拠地の南カリフォルニアは温暖で体調が維持しやすいとされ、日本人が多い。現在住む、寮からメジャーリーグに来る選手はあまりいないと思うので、と。という意味では不安もある、という23歳の大谷選手には恵まれた環境だ。共同。